係者から話聞いたりしないんですか？なんで？しませんよね、普通。すみません。すっかり慣れちゃった。はい、しのぶさん。覚醒剤の事件とか、証拠があれば起訴すればいいんだし。決まってるじゃないですか。でも、クリュウさんはどうでもいいこと気にするんですよね。どうでもいいこと。被疑者のキャラを知りたいとか。変でしょ。よし。早く帰れ。シャレになんないんですよ。覚醒剤は精神的依存はもちろん肉体的依存もする。